壇上のお掃除を始めさせていただきます。水晶粉砕、目標撃破確認。死ゆ体内崩壊エネルギー流動速度減速確認。通信システム正常化。よし、次の心臓に向かうわよ。待って、水晶のかけらの中に何かあるみたい。これはブローニャが言ってた玉鋼じゃない？確かにそうです。この玉鋼は先ほどの剣炎剣の玉鋼と属性が異なるみたいですね。属性？授業で習ったでしょ。玉鋼にはそれぞれ特殊な属性があって、例えばインドで掘り起こされた。戦場で授業しないでよ。待って、この玉鋼にも字が刻まれている。石碑と同じ字だ。字が刻まれた玉鋼、初耳ね。ヒアナ、画像を送ってちょうだい。負荷に解読させるわ。倉庫を拡充しませんとね。早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。退散しなさい。私の時間だ。コーチです。倉庫を拡充しませんとね。まだ危険から脱していません。少佐、解読結果が出ました。ふか、玉鋼に刻まれた文字の意味は？はい、得意な文字です。大方の意味は、この第三代玉鋼を我が子ジョカに送る。この世界は間もなく崩壊により滅ぶ。だが人類が滅ぶことはない。ジョカ、我が子よ。長い長い眠りの後、お前は再び目を覚ますだろう。常人より強い力と命を得て。ジョカ、お前は崩壊から次の世代を守らねばならない。何言ってるのかさっぱりわかんない。私もよくは理解できませんでした。ジョカ、新州伝説の神明剣炎剣、それは玉鋼。うん、テレサ何か知ってるの？長い話よ。先に死因を止めましょう。他のことは後でゆっくり教えてあげるわ。ご用でしょうか。戦場のお掃除を終えました。次のご指示をどうぞ。